韓国のユン・ソンニョル大統領は日韓首脳会談などの日程を終えて帰国しました元徴用工問題の解決策発表をきっかけにスピード訪日したユン大統領は岸田総理と会談し日韓関係改善の第一歩を互いに確認しました首脳会談ではシャトル外交の復活や 対北朝鮮での安保協力などを確認したほか日本による輸出管理の強化措置撤廃や前政権が起こしたジーソミアをめぐる問題の正常化などにこぎつけました一方懸案だった元徴用工をめぐる問題では韓国内で今も残る日本の謝罪と被告企業の賠償が必要だとの声を沈静化させられるような歩み寄りは得られませんでした 初訪日で関係改善の道筋はつけたものの国内ではユン政権が元徴用工問題で日本に譲歩したとの評価が根強く訪日のきっかけとなった解決策を着実に実行できるかは不透明です。